トンネルは福井県鶴ヶ市にあるトンネル。元来は北陸本線のトンネルとして1881年に建設されたもので、当時の姿を止める鉄道トンネルとしては日本最古である。明治政府は近代化を急ぐ中、鉄道路線の計画に着手し、東京横浜、京都神戸、鶴ヶ舞原の方針を立て、鶴ヶ長浜区間が1880年に着工した。 この区間のトンネルは、注ぎ、とね、しょうとうね、柳瀬の4カ所であったが、1964年の廃線後には車道に転用され、2016年現在、注ぎトンネルは改作されて消滅。と根トンネルは拡張工事で新しく作り替えられ、また柳瀬トンネルも部分的に改修を受け、当時の姿を完全には止めていない。この中で、小ょうトンネルのみが、 手付け数で残っている。日本人技術者による鉄道トンネルとしては大阪山トンネルに次ぐ古さであり、当時のまま現存するトンネルとしては国内最古のものである。蒸気機関車の D51 はこのトンネルのサイズに合わせて作られたとも言われている。1996年には鶴ヶ島指定有形文化財となり、2014年には 土木学会の戦勝土木遺産に選定されている。現在は県道から外れた脇道となっており、内部を徒歩で通行して見学することが可能である。小湯根トンネルは、総高6.2メートル、全幅16.7メートル、総延長56メートルと小規模であるが、当時の建築技術が随所に伺える。トンネルの形は馬蹄型のレンガ積みであり、入り口上部の金目石には、 明治14年の文字が刻まれている。内部は下半分が石積み作りで、上半分はレンガ積みとなっており、レンガの積み方にはイギリス積み、長手積みが見られる。中央部に退避所が設けられており、また一部が掘削されたままの岩盤が露出した状態となっている。なお、トンネル西側の小の川にかかっている小さな橋も鉄道移行であり、兄弟部には 石組みが見られ、現在の路盤の下部に、当時の鉄橋で歩けた橋がそのまま残っている。ありがとうございます。